トラちゃんウィズバリアフリー。皆さんこんにちは、トラちゃんこと久松トラユキです。4月といえば学校では、入学の時期です。それで、盲学校に、入学してきた生徒たちも今点字の読み書きの勉強を一生懸命やっているところではないかと思います。そこで今日は点字の本について、少し紹介をしたいと思います。盲学校は全部の生徒が点字の教科書を使っているというわけではありません。私のように全然視力のないもの、全盲のものはもちろん点字の教科書ですけれども、弱視といって普通の教科書に目を極端に近づけると見えたり、それからレンズを使ったり、それから大きな字で書いたりといういろんな工夫をすることによって普通の教科書が使える生徒たちもいます。ですから盲学校の生徒全員が点字の教科書を使っているというわけではありません。ただ今日は主に全盲の子どもたちが使っているという点字の本について説明をしたいと思います。本当は点字の教科書があれば一番いいんですけれども、私もう定年で辞めてから10年以上、ちょうど10年経ちますので持っていないもんですから、私が昔現役の頃に購入した手持ちの点字の図書を持ってきました。これです。盲学校教職員のための3部書改訂版と書いてあります。3部書というのは点字の指導、それから、歩行、白い杖を持っての歩行の指導、それからさっきちょっとお話しましたが弱視の生徒たちへの指導、その3つを3部書とこの本では編集されています。それでちょっと読んでみます。点字の指導のところの途中ですけれども、例えば点字を書く器具を点字機という、点字機は点字盤と定規とテンピストからなりというふうに最初の頃にちょっと配信でも説明したと思いますけれども、そういうことがこの図書に書いてあります。前秋頃の回で多分お話ししたと思うんですけれども、点字は右から書いて、でそれをひっくり返して、そして左から読むというお話をしました。これもだから点字を書く器具を点字機という左から右で読んでいます。だいたい大きさは B5 半です。 B5 半サイズが基本形で17行あるいは18行という基本的な点字のサイズになります。それでですね、指で触ったところしか点字はですね私たちは確認できません。ですから、普通の図書を読まれる方、例えば、斜め読みを、いわゆる斜め読みをするとか一望するとかということは私たちにはできません。一行一行読んだところだけが字として文字として認識できる。ただ音声で声を出して読む分にはほとんど変わりません。読むスピードについて、普通の図書を読む場合も点字の図書を読む場合も音読の場合はですね、ただしかし黙読の場合はやっぱスピードが相当違うということになります。ですから例えば、大学の入学試験なんかでは普通の字で受験をする人たちの 1.5 倍、点字受験をする場合は 1.5 倍というのが基本になっています。時間、読むのに時間がかかるということでですね。次に点字は裏面も書けるんです。この図書でいくと先ほど読んだところですね、点字を書く器具を点字機というで裏にも文章がこうずっとあります。でそれで、私たちが書く手書きの点字機も裏が書きます。例えば右からですから、例えば1行目私あいうえおと今書きました。書きくけこ、2行目に例えばさしすせそ、たちつてとと書きました。これを外します。外して針が2つあります。下の方のこの針と、それから上の方のパチッと止めるところにも針があります。この1行目と2行目の間のところがちょうど裏を書くということになります。ですから
表の方の1行2行に書きました。裏にひっくり返して裏を書くときにはこの針の上の方をここに揃えます。そしてパチッと止めて、そうするとこの1行目のところの上に来ます。例えばあいうえおとか、ここ端っこからですけども、ここずっと行くとちょうどここの上に普通の文章を書くことになる。だから次の行はこの行とこの行の間の中に文字を書くということになります。先ほど紹介しました点字図書、表面のちょうど行間に裏面が来て、裏と表が書けたり読めたりするということになります。それで次にこれは点字毎日といって、あの毎日新聞社が週刊で発行している点字新聞です。これは先ほどの本とは違って A4 サイズですよね、大きさがね。これご覧いただくと行間が狭いですよね、だいぶね、行間が狭いです。で、A4 サイズですから27行、基本的に27行で、そして行間が狭いですね。こういう特別な、製版機、印刷機を使って書いたものです。しかし基本的には先ほど申しましたように、B5 で18行というのが点字の図書の一般的な形です。記事の内容ですけども、これ最新号ですが、私がいつも楽しみしているのはプロ野球順位予想というのがあります。毎日新聞記者の目から、毎日新聞からの天才のようですけれども、プロ野球が3月25日開幕した、毎日新聞の同月16日付って書いてあるんですね、のオピニオン面、記者の目に掲載されたプロ野球担当記者による、レギュラーシーズン順位予想とコメントを転載するという書き出しと書いてある。いつもこういったスポーツを楽しみにして私は読んでいます。それからもう一つ、これは点字ジャーナルといって、東京ヘレンケラー協会というところが発行している点字の月刊誌になります。でこれも同じように製版印刷がされてあります。例えば時代の風という連載がありまして、これはその時々のホットな話題などを記事にしているものです。例えばここで言うと iPS 網膜治療迅速化というふうに記事、込み出しがついています。神戸市立神戸アイセンター病院は iPS 細胞から作った運動というような内容になっていますですね。まあ最新号と言いましたけども、今日のこの動画の収録日は4月10日の日曜日です。でこの配信日が隔週で月曜日に配信をしておりますので、この収録の配信は4月の18日の月曜日だと思います。収録日時点でのこの最新号という意味ですので、一応、説明をしておきたいと思います。ということで今日は、まあ、入学の時期ということもあって、点字の、まあ、教科書ではなかったですけれども、点字の図書について、紹介をいたしました。いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしたいと思います。トラちゃんでした。